サトチンです。今回ですね、こちらネットで話題の島村楽器さんからの商品です。瀬戸さんのねツイッターで知ったんですけれども、8月12日に予約しました。なんか面白くない？楽器専用なんですよ。一つ1848円、いいお値段。 S サイズと M サイズを購入しました。自分がどっちがちょうどいいかわからないということで、 S と M を1個ずつ購入しました。2個で送料込み4686円、いいお値段。動画にさせてください。本日が8月19日なんですけれども、8月18日にですね、いろいろ記事になってました。ライブドアさんの記事ですね。ニュースも8月18日にブワッて広がりました。テレビとかラジオとかでも見た人が多いみたいです。で、記事を今見たんですけれども、楽器専用のマスクが登場。タピオカにも便利と話題に。嘘だろって。誰がタピオカにも便利って話題にしたんだって。すごい突っ込んじゃった。大きくタピオカ飲む時も便利です。楽器専用のマスク登場って。まあ、自分も思いました。飲み物飲む時ってどうなんだろうって。使用レビューです。本音。本当にね、楽器専用のマスクと出されたものなので、飲み物とか食べ物とかにはそっち用にはね向いてないんですよ。はい、画面を少し暗くしました。野球とかね、スポーツやってる人にはわかると思うんですけど、メッシュ素材っていうんですかね、そんなイメージを持たしてくれます。コイキングみたいなね、あ、これだ、ちょうどいい。コイキングみたいな感じになってる。思ってたよりも生地が分厚いです。これをして外で歩くっていうのはないですね。この時点でタピオカを飲むっていうのはないと思います。中はこんな感じ。ここをねペロってやって、ピロってやって開けると。使ってない時は閉じてます。で、使う時はこう差し込む感じかな。リコーダーとか笛ですね。通気性はいいとは思うんですけれどもね。それではしてみます。どうですか？ちょっと可愛いよね。はがった、はあ、あ、これ布が当たるんだ。一回笛をボコって上って、めっちゃ入れないとダメだ。はい、入れました。そして拭き終わった後、中の生地がよれよれてる。よれてる。え、口で、ちょっと唇とかで中の生地動かさないとダメだ。このさ、中の生地こうね、笛をぶち込むじゃん。この状態だとここよれよれよれってこう上になってるの。よれよれよれって、さすがに指で触りたくないじゃないですか。なので笛で唇で下に下げると。なかなかですね。まあ笛専用なんでね、タピオカですよね。作りました。タピオカ熱い。あちちち、ちょっと氷入れます。はい、作って氷を入れました。飲んでみたいと思います。インスタントタピオカで、最初 S サイズきついとか言ってたんですけど、ちょっとしてたらちょうどいいね。馴染む、気持ち伸びるじゃないですか。ここの部分 S サイズでちょうどいいです。それではいきますよ。本当にタピオカはもう便利と話題にって検証です。ネットの記事。あ、入りました。さっきと一緒で上の方にクシャクシャクシャーってなってます。うん、うまい。うまいね、これ。久々に飲んだけどうまいね。家に放置してあったんだけど。で、飲んだ後はこのさっきも一緒ですけど、この中敷きをまっすぐに下に下ろさないといけないですね。で、2回目だよね。俺思ってるのは、一回口つけたものをこうまたつけなくちゃいけないんですよ。ちょっと嫌じゃないですか。こう息して吸ってるんで、ここについてるかもしんないじゃないですか。ついてるかもしんない状態にこの口をつけたストローを差し込むと。で、で、この中敷きが結構しっかりしてるんで、もう口つけた部分がもうべちゃべちゃべちゃってつけちゃうよね、これ。
はっ中敷きも一緒に口の中に入っちゃいましたね、これ。よし、二口目。はい、中敷きが出てきちゃいました。タピオカうまっ。今家なので、ちょっと手で戻します。これが外でやってたらダメだよね。もう外でさ、口に入れてるもん、もうほぼ。なので、ちょっとね、タピオカにも便利と話題に出る、嘘もいいところですね。学系専用マスクなんで、タピオカを飲む時にも便利だとネットで話題に。違うんですよね。もしかしたらタピオカを飲む時にも便利かもしれないねっていう点でネットで話題になっただけであって、これが実際にタピオカに飲む時に、お、便利ですって、嘘やろって。まあこれ冬にはめっちゃいいと思うんで、今喋ってるだけでも結構蒸れてきました。しっかりしてるんでね、このマスク。で、 M サイズもちょっとつけたいと思います。どれぐらいのサイズ感なのか。あ、ゆるい。あ、ゆるゆるゆるい。 S サイズおすすめっすね。結構パカパカしちゃいます。ちょっとゆったりめにつけたい人は M サイズでもいいかもしれません。でもピタピタがいいんで、僕は S サイズかな。はい、こちらが今つけてた S サイズ。この中から入れるとこうなるんだよ。こうなるの、ストローが。で、ここね、もう結構びちゃびちゃ、ここびちゃびちゃ。2回だけ飲んだだけだけど、2回飲んだだけだけど、ここの布の部分がびちゃびちゃ。まあ、長時間つけるものではないって書いてあったんでね。楽器弾く時の1時間とか、2時間とか、そこら辺はね、あると思います。長時間弾く場合はね、2着持ってればもうバッチリですよね。立体製法のため、マスク内に空気ができ、化粧崩れしにくい構造ですと。でも、結構喋ったけど、まあまあ蒸れるね。もちろん洗濯も可能で繰り返し使用できますと。てな感じに、まあこちらのね、ネットで話題のタピオカ飲む時も便利です楽器専用マスクレビューでした。僕がね、外に行く時であれ、なんであれ、使う時、夏に使う時のマスクはこちら。ピクニックさんから出ているピクール。これね、ヤフーショップでも楽天ショップでも買えるんですけれども、これね、通気性抜群です。インフルエンザとかの予防にはならないと思うんですけど、飛沫防止、吸引防止はしてると思います。夏なんでね。で、今のは未開封なんですけど、開封済みのマスクはここ、洗濯済みです。はい、ピクールのマスクは、はい、今しているマスクに比べたらだいぶ薄いんですけども、結構頑丈です。装着。軽っ。生地が薄いんで、結構パコパコしちゃうんですけど、苦しくないです。差が激しい、この通気性っていうんですかね。その分、こっちは防御できてると思う。でも夏、外に行くときは、これでいいかなって思ってます。ちなみに、ピクールマスク、こちらが、ネット価格、1個1枚528円です。まあ、いいかなって思いますね。洗えて。まあ、こちらのマスクをして、このタピオカを飲む場合は、まあ、こうなりますよね。バッチリ。マスクがびちょびちょにならないからね。で、仮にですよ。ペットボトル、飲んでみましょう。装着、あ、やっぱ、ぴっちり感。いいですね、S サイズ。はい、見ました。中敷き出てやってるね。で、こう、取った時に、ここ、口で触れた部分が、最後出口にペチャってついちゃうよね。中敷きが出ちゃう。これ手で触る。なので、本当に楽器専用かなって思いました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。それではこの動画楽しんでくれた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。みんなはどう思いましたか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。